偽のメールや SNS で偽サイトに誘導し、個人情報を盗むフィッシング詐欺。フィッシング対策協議会より発表されたレポートによると、このフィッシング詐欺の被害件数は年々増加傾向にあります。中でも、無差別で送られてくるフィッシング SNS の被害は身近に潜んでいると言えます。宅配や銀行、通信事業や金融サービスなど、普段利用しているものになりすましたこのような SNS が送られてきたことはないでしょうか。これらに記載された URL をタップした際に、悪質なソフトウェア、通称マルウェアに感染してしまうことがあります。それでは実際に URL をタップして、マルウェアに感染してしまうまでの一例をご紹介します。SNS の URL からリンクへアクセスすると、このような警告画面で焦燥感を煽り、セキュリティアプリと偽ったマルウェアをダウンロードするように誘導します。あたかも普通のアプリ画面に見せかけて何もなかったように油断させますが、ダウンロードしたマルウェアは水面下で機能して悪質な挙動をするようになります。SNS に記載された URL にアクセスする。リンク先の案内に誘導されてアプリをダウンロードする、アプリをインストールするというのがマルウェア感染の主な流れです。続いてマルウェアに感染してしまった場合の被害についてご紹介します。マルウェアに感染すると個人情報を盗まれてお金を取られたり、二段階認証を突破されて勝手に買い物されてしまったりするなどの金銭的リスクが挙げられますが、他にも自分がフィッシング SNS の発信源となってしまうことがあります。手元の画面では確認できないため、送信している自覚がないのに受け取った側から攻撃的な返信が来ることもあるようです。このように迷惑 SNS の送信元は悪質業者ではなく、マルウェアに感染した被害者ということがあります。迷惑 SMS が届いたら、むやみに返信したりせず、プラスメッセージの SMS 報告機能を使っていただくと、KDDI、AU が対応いたします。報告したいメッセージから、迷惑メッセージ報告をタップし、画面の指示に従って送信してください。インストールしたマルウェアのアプリは実在のアプリに似せて作られている、もしくは表示されないため感染したことを自分で気づくことは難しく、そのまま使い続けて悪質な業者に利用されてしまっているケースが数多くあります。 SNS のリンク先からアプリをダウンロードしたことがないか、不明なアプリのインストールを許可していないか、知らない人から突然身に覚えのない SNS が届く、電話がかかってくるといったことが増えたりしていないか、こういった経験がある方は注意が必要です。また、SMS をばらまくマルウェアに感染すると、SMS 利用料金が高額となるため、月々の通信料金が適切か確認してみましょう。最後に、被害に遭いやすい心理状態と、被害を防ぐための習慣づくりをご紹介します。被害に遭いやすい心理状態1、心当たりがあって本物と思い込んでしまっているとき、通販サイトで商品を予約したばかりで宅配業者を名乗る SMS を偽物だと疑わず、リンク先にアクセスしてしまったりしがちではないでしょうか。被害に遭いやすい心理状態2、急いでいて確認する余裕がないとき、時間に追われていて内容をよく読まず操作してしまったりしがちではないでしょうか。被害に遭いやすい心理状態3、疲れているとき。疲れているときに急に重要そうな文面の SMS が来ると、よく考えないまま手順を進めてしまいがちではないでしょうか。本物と見分けがつかないフィッシング SMS も増えてきているため、
どんな時でも正常な判断で処理できるとは限りません。被害に遭わないためには日頃から被害を防ぐ習慣を作っておくのが効果的です。届いた SMS からそのままリンク先にアクセスせず、公式サイトからアクセスするように習慣づけておけば、フィッシング詐欺に引っかかることはありません。よく使うサイトはブックマークしておくと便利です。アプリをインストールする際もリンク先のウェブページなどではなく、公式のアプリストアを確認するよう習慣づけておくことも、偽装したマルウェアに感染するリスクを防ぐことにつながります。また事前に対策アプリをインストール設定しておく。基本的に不明なアプリのインストールを許可しないようにするなどして予防することも大切です。動画概要欄に対策アプリの関連ページやフィッシングの事例を知ることができるサイトを記載していますので、ぜひご確認ください。気づかぬうちに感染して悪質な業者に加担していたなんてことがないように、被害に遭わない操作の習慣づけと予防対策をしておきましょう。